こんにちは、木村良平です。今日朗読するのは中山七里さんの隣はシリアルキラー。この本の主人公は、とあるアパートに住む孔たりともです。彼は、隣の部屋から聞こえてくる物音で、深夜に起きてしまいます。ギリ、ギリ、グシグシザーという不気味な音に、 隣人が死体を解体している姿を妄想してしまう孔タリしかし実際に近所で遺体の一部が発見され現実味を帯びていきます五感を震わせるほど恐ろしいその想像を絶する展開はまさに夏にぴったりのホラーミステリーですそれでは始めます ザーザーザーまた始めやがった寝ていたところを起こされ孝太里智也は腹立ち紛れにタオルケットをはねのけるスマートフォンで時刻を確認すると午前2時20分タイマーを設定していたエアコンはすでに切れている。 ももとと性能が悪かったこともありワンルームだというのに冷気はほとんど残っていないコータリはじっとりとした額から汗を拭うこの時間に起こされたら次はなかなか寝つけないのは経験済みだ盆を過ぎてなお都内は熱帯夜の連続記録を更新し続けている。 熱中症患者搬送のため夕方以降も救急車の稼働率が下がらないらしい。現に今もセミの声に混じって遠くからサイレンの音が聞こえる。羽のけたタオルケットはそのままに枕に顔をうずめてみる。それでも一旦逃げてしまった睡魔はなかなか戻ってきてくれない。このまま寝つけなければ 間違いなく、明日は寝不足だ。注意散漫が事故に直結する仕事なので、下手をすれば、寝不足が死を招きかねない。ザー、ザー、ザー。福利厚生の充実を歌っていながら、寮は安不心で、壁が薄くて、 防音効果はほとんどないそのため隣室でトイレやシャワーを使うと盛大に音漏れがする深夜の入浴を禁止する規則はないがさすがに2時過ぎというのは近所迷惑だと思う音漏れに配慮して静かにシャワーを浴びればいいものを全く気にしていない様子なのも腹立たしい独身寮の着やすさが マイナスの方向に働いているとしか思えない臨室203号の住人とはまだ一度も顔を合わせたことがないがどんな人物かはおおよそ判明している1階にある集合ポストにスー・ハオランという名前があるからだ勤め先の西村加工では年に数人の外国人技能実習生を採用している おそらくスーはそのうちの一人なのだろうしかしコータリには外国人名の知識が乏しいため彼が中国人なのか韓国人なのかはわからない分かっているのはおよそ共同生活とか近隣への配慮に欠けたはた迷惑な男に違いないということだったただし 深夜の入浴は毎日ではない。始まったのは二日前からで、それまでは遅くても十一時、早い時には八時に入浴を済ませていたはずだ。この三日間は帰宅するのも遅かったので散々夜遊びしていたのだろう。どちらにしても両住まいであるなら最低限のマナーは守ってほしいところだ。ザー。 ザーシャワーを浴びる音がひとしきり続いたあと今度は別の音が聞こえてきた何をしている音かはは然としないが決して耳に心地いいものではない。 水回り調理掃除といった耳慣れた生活環境音とは別のもっと乱暴で粗雑な音だ。霧霧霧ドンザザー,ザー切り落とした物体を洗い流しでもしているのだろうか。 到底リズミカルとは言いかねる物音は聞いているうちに生々しい光景を連想させる。調理は調理でも料理店の厨房で食材をさばいているような音だ。まさか風呂場で仕込みでもしているのかよ。孔たりは中国人が半裸になって牛刀を振り下ろしている光景を思い浮かべる。 意外にそれが真相かとも勘ぐったが、よくよく考えてみれば、うたりと同じく一人暮らしの男性が、裁くのを必要とするような食材を買うはずもない。まさかな。一瞬、頭の隅によからぬ想像が浮かぶ。浴室を血の池にし、自らも帰り血を浴びながら、 死体の解体に勤しむ男その顔は気液に震え唇の端からはチロチロと赤い舌を覗かせている後編は本の帯についている二次元バーコードを読み込んでお楽しみください。